金子東太、金子東太、金子東太、1919年、大正8年9月23日から2018年、平成30年2月20日は、埼玉県出身の廃人、加藤周村に指示、関来所属を経て、海ほどを、総監、主催。戦後の社会性俳句運動、前衛俳句運動において、理論と実作の両面で、中心的な役割を果たし、 その後も後進を育てつつ、第一線で活動した、上部大学文学部教授、現代俳句協会会長などを歴任、現代俳句協会名誉会長、日本芸術院会員、文化功労者、小林一佐、種田三等科の研究家としても知られる。1919年9月23日、埼玉県比企郡小川町の母の実家で、 父の元春と母の春の長男として生まれる。2歳から4歳までその父の勤務地であった上海で帰国して以降は秩父の地で育つ。父の元春は開業医で遺跡校の配合を持つ配人である。水原修王氏の足火に所属し、1930年に自身の廃止、若あゆを創刊し、秩父温度の復興者としても知られている。遺跡校の代表区は、 元日や餅で押し出す去年噴で、桂美希助が、蛇含む草を演するときに、これを引用し、その流れから、ビート、たけしのオールナイトに、初回に、ビートたけしが、元旦や餅で押し出す二年噴と、道具をひねったものを、第一世としたために有名になった。旧制熊谷中学を卒業し、1937年、旧制ミッド高等学校入学。 高校在学中の1937年に、一級上の、出沢はサンタに誘われて、同校教授宅の区会に参加して、初めて区作し、白梅や老子無心の旅に出ると読んだ。以来、本格的に区作を始め、翌年に、全国学生廃止、清掃権に参加し、竹下雫の女、加藤周村、中村草田らの地遇を得る。1939年に、 島田製法の土壌にトークする。1940年に卒業し、1941年に東京帝国大学経済学部に入学すると、加藤周村主催の館内にトークし、依頼周村に指示する。1943年に大学を繰り上げ卒業し、佐々木忠の面接を受けて日本銀行へ入校した。海軍経理学校に短期現役士官として入校して、 大日本帝国海軍死刑注意に任官、トラック島で200人の部下を率いる。合死者が相次ぐ中、二度にわたり、奇跡的に命拾いする。1946年に捕虜として、春島アメリカ航空基地建設に従事し、11月に最終復員船で帰国する。1947年2月に日本銀行へ復職し、4月に塩谷美奈子と結婚する。 1949年から翌年末にかけて日本銀行労働組合の先住所大事務局長を務め、その間に浦和から竹沢村に住居を移す。1950年末に福島支店、1953年に神戸支店、1958年に長崎支店へ転勤の後、1960年に東京本店に戻る。支店周りから、 窓際族ではなく、窓を置く。1日2から3回開けるだけの本店の金庫番。だからかけたという仕事で、1974年の55歳定年まで、勤めた。1947年に、関連へ復帰し、沢木金一の風相関に参加して主相する、社会性俳句運動に共鳴する。1951年に、 福島の藤村隆夫の持ち家に居住しながら、破響と周村を、俳句研究に執筆する。1955年から、日本ペンクラブ会員になる。1957年、斉藤三期の勧めで、俳句の造形についてを、俳句誌に発表して、俳句造形論を展開し、自身の創作方法を理論化する。1958年に新俳句人連盟の、 中央委員に推薦され、栗林一席路と共に、同志雑英欄の選者を1959年10月号までの1年間担当する。1960年頃より、前衛俳句の機種に数えられる。1962年に、熊春人、林垣根を、堀谷潮らと同任し、海ほど、を創刊し、1985年より、月社師となり、主催に就任する。 1974年から1979年まで、上部大学で教授を、1983年から、現代俳句協会会長、1987年から、朝日俳壇選者をそれぞれ務め、1992年に、日本中国文化交流協会常任理事、2000年に、現代俳句協会名誉会長にそれぞれつき、2005年から、日本芸術委員会員となる。 2006年に妻の奈子が死去する。2015年に伊藤聖光と共に中日新聞、東京新聞の平和の俳句戦者、他に一橋総合財団理事などを務めた。2018年2月6日に誤嚥性肺炎の疑いで熊谷市内の病院に入院するも20日に急性呼吸速白症候群で死去し、長男の松地とその妻が見取った。 2018年6月22日、有楽町朝,朝日ホールでお別れ会が開催された。発起人は黒田京子や現代俳句協会など、などが代表句として知られる。素朴で骨太の叙情、スローガン的とも言われるダイナミックな文体を特徴とし、戦後俳断の中心的存在として伝統派のイダリュータと並び称される。 戦後参加した社会性俳句については、沢木金一が社会主義イデオロギーを根底に持ったくと規定したのに、対して社会性は態度の問題であり、自分を社会的関連の中で考え、解決しようとする社会的な姿勢が意識的に取られている態度であるという見解を示す。1954年、風市のアンケート。百五十七年の俳句の造形についてでは、 従来の俳句を自分と対象との直接結合による素朴な方法によるものとした上で自分と対象との間に作る自分という意識を介在させ暗優的なイメージを獲得する造形の方法を提唱。後1960年に作る自分を発展的に解消した造形俳句六章へと繋がった。この前後から前衛俳句の騎士ともみなされ中村草太を 山本健吉らの俳句官と対立し、論争も行っている。また小林一佐、種田三等家を論じ、漂白詩人の再評価も言った。主催を務める海ほどの結社活動においては、徘徊自由をキーワードに個性重視の方針を取り、門人を自身の俳句官に従わせるのではなく、それぞれの個性を発揮できるようにするための、 アバイザーとしての立場に身を置いているとしている。ガルーの個性的な書も人気を得ている。2015年7月8月に全国で掲げられたプラカード、安倍政治を許さないは、沢地被災の依頼を受けて記号したものである。最晩年の2018年、久保島誠一郎、無言館監主とマブソン聖願、廃人と共に、廃句弾圧、不暴の日、 無言間近辺本流の筆頭を呼びかけ人となり、その筆文を記号した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。